白地にピンクの塗装が映える500系車両です。ハローキティ新幹線は JR 西日本が地域活性化にと企画しました。車体には特別にデザインされたご当地ハローキティと結ぶつなぐの意味を込めたリボンが描かれています。1号車には地域の特産品を販売するコーナーが設けられ、2号車はハローキティと一緒に旅をしているような内装に仕上がっています。可愛らしい車両に子どもたちは歓声を上げていました。可愛かった。キキちゃんのリボンとキキちゃんの鼻のところピンク色で可愛かった。ハローキティ新幹線は新大阪と博多をほぼ毎日1往復します。